やっぱキメガが強いって最近話題に上がってるんで、キメガを使おうかなと思います。はい、皆さんどうもタイガです、今回ですね、オークリーダー裏キメガでいきますね。オークキャラ強 P グランプリやっております。で、対戦相手の方がブルドラゴン。ブルドラの裏なんだろう、わからない。トレンドとか引けると、はい、いいですね。手繰り寄せた手繰り寄せましたね、今完全にトレントまでの思いを。さあ、これはね、欲しいね、砦3つ。もう下手なことしないで、もうすぐね、切ってあげて。はい、で、多く絶対スタン入るの分かってるんで、コラボ猫重ねてあげて、足を処理。猫フレアですね。はい、バイクと一緒にやってもらいましょうか。ちょっとね、猫フレア作るとまで時間かかるんで。また引き寄せて、これガショーン痛いですけどね。はい、まあでも、さあ、お相手キャラ割れましたね。ネコムート、アシュラ、シャーク、ウルフ、キャラはね、かなりね、強い部類ではあるんですが、割れたのでまあいいでしょうというわけで、うちのナメコがスキル打たないですね。はい、ここしっかり合わせてあげて。さあ、キメガ行きましょう。なんかダメージ入ってますね、なんか知らんけど。で、キメガ下来ましたね。さあ、ブルドラ来るでしょう。まあ、あれスルーですね。はい、まあ、トレント当ててもいいんですけどね。全然トレントってブルドラに当てるようなキャラなんで、当ててもいいんですけど、まあ、スルーできるんでスルーしましょう。さて、というわけで完勝ですね。いい感じ。いや、キメが強いなバレが瞬殺でしたね。素晴らしい。あまりにもブルドラが多いぞ、あまりにも。これはもしかしてトレント固定あるのか、トレント固定すべきなのかっていうぐらいにはブルドラが多い。はい、マジで。でもブルドラとのブルドラの出現率エグいですね。なんだろうこれ。まあ、ちょっとブルドラなんでレド側なるべく控えたいですね。ああ、またレドが来ますね。メタドラもダメですね。ブルーが、まあ、もう一回回せる。さあ、どうする。いや、回します、回しましょう。大型いないんで。あー、なんか同じキャラばっか来るな。まあまあいいや。迎撃がキメガしかいないんですよね。ヌボ、じゃあ再2本、再2本いけば先取れます。で、第3も欲しい。なるほど。はい、第3の砦でももらいます。今のところ悪くないですね。取るね、野菜はマジで。突き上げて野菜頼む。あー、取られたよー。しかも UFO ね。ブルーがいきますか、さすがにね。はい、上はサキュバス。あん、すげえとこ取られた。人から多くも奪って、あ、待って、ええ、サキュバス死んでんだけど。ええ何、サキュバスがさ、あ、あぶね。え、待って、サキュバスが死んでんだけど、どういうこと。サキュバスが俺の金塊だけに狩られてる。
サキバス俺の金さんに狩られてた。そんなことある？オークもキャラ数少ないんであんま切りたくないんですけど、オークに止められてんすよね。さあキメガオは来たけど、いや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 嘘でしょ。いろいろびっくりだわ。サキバスが俺から奪った金さん一本で狩られた。そんなことある？そんなことある？マジでさすがにびっくりでした。そんな、まあでも勝ちますね。こっから勝つのもやべえけどさ、こっから勝つのやばいけど、すごい ひどいな今の。サキバス弱っ嘘でしょ嘘でしょ、奪ったキャラ強っ。さあやっていきましょう。オークキメガの、まあ、強みとしては、まあ、時間稼ぎができて、で相手に大型を切らせることができればそこからカウンターが可能と。いや負けづらいんですよね、オークが強くて。はい、それを、まあ、やっぱ支援する、まあ爆王子やウィッチを引けるとなおいいかもしれん。まあ結構好きだなこの札、行こうかな。まあちょっとナスがドーバッチなんですけど、ここだけどうしても気になっちゃうんですけど、まあでもチビドラを支援キャラとして考えて面白いんじゃないでしょうか。とりあえずねオークで削りながらオークが流れる感じで、はい。というわけで大砲打っていきましょうか。お、打ってきたな、なるほど。まあこれコブに行くんでね、オッケー、これでかいっすね。これちゃんと壁張れてるんで奥でいいですね。このままやってもらいましょう。さあオーク1枚も切っちゃおう。もうどんどん攻めるんで、はい。前でこれを 何で止めてくるかって感じなんですけど、まさかのベビー。オーク頑張ってる。クレフラもいいのか。クレフラ、ケルベ、ベビー、ウサギ、なるほど。ちょっと引き目で切りましょう、マリオネット。飛ばねえなあ。飛んだ、オッケー。あそこは多分オークでやれるんじゃないかな。やれなかった。うん、それでやった。で、お相手の大型もう一本が分かんないんですよね。それがちょっと気になっちゃうんですけど。まあ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 。ちょっとねそろそろ攻めたいんですけど、この不毛な流れが続いてるんですよ。でここバイク切ってもう一回ベビー来るでしょ。あ来なかった。ナス行きましょう。ナス行ってキメガも行っちゃう。相手もレドラゴールなんで、これ火力我慢する必要がないですね。行きましょう。これでレドラ来るでしょ。レドラは来なかった。バイク行っちゃおうか。はい、レドラ来た。負けにはならないですね。勝ちもないですね、この感じは。ちょっとね硬すぎた相手のキャラが。でまあクレフラいるんでまあ無理でしょうと。はい、後ろ大丈夫だよね。怖い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 。というわけでドローっすね。これはしょうがない。レドラリーダー強かったな。キメガとあれ2枚抜かれちゃった。さあやっていきましょう。お相手がアビゴレ、ラストですね。アビゴレか。アビゴレね、アビゴレね。どうしようかな。トレント引きたい。ポセはダメですね。いやー、虹バイクだったら行きたいな。行こうかな。
リリスはね、ゴーリムに有効じゃないんで本当は良くないんですけど、二次バイクは強いっすよね、やっぱ。で、何よりも二次バイクプラスチビフォアがいるんで、ゴリは枯れるんですよ。で、なんならナスチビフォアでずらして、正面からやり合わなくてもいい可能性があるんですよね。あ、ミスった。まあいいか。わお。え、太っちょけにサーモン来たの？通っちゃった、美味しい、ラッキー。イカ？え、裏イカってこと、もしかして。あの、見えない系男子はやめてね、お願い。お願い、見えない系男子はやめてほしい。え、マンドラ？そういうパターンですか？見えない、そうそう、見えないだって。ボルテージ画面が見えないっす。はい、画面が見えないっす。うわー強い。やっとサイクロン打った。頑張れ。これもリリースでいけるぞ、この体力なら。スキル打てばな。リリース、お前スキルどこ行った？撃たねー、マヒンないで。ここだけ押さえればいいか、とりあえず。そのバイクが行ってくれる。おマンドラひょっこりはんした。さすがに勝ったんじゃないでしょうか。これは行ったんじゃない？これバイク止まんないよね、もうさすがにね。止まったら困るんだけど。イカなの？裏。珍しくない？ゴリイカなんて固定でやる人いるんやん。ああ、まあでもイカが好きで、ゴーレムも持ってて、今回キャラ強 P グランプリゴリ当ててとか、そういうパターンかな。リリス、スキル打った？一回打ったのかな？一回打ったわ。マンドラ出たもんね。まあ、しゃあなし。なんとか、虹バイクが強すぎた。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。なんか多くのキャラ強みがここまで上がりました。はい。撮影外でもね、今ね、2000、あんま続きやったんですけど、連戦もったいなかったんで、まあ、なんとかうまいこと言ってって感じですね。まあ、その撮影外なんでそこまで載せてないですけど、無言だったんで、キャラ強みをね、やってます。で、今、多くキメガで、まあ、キメガもすごい使いやすくなったなっていう印象で、まあ多く強いですね、間違いなく。はい、まあこのままね、引き続きね、ソロリーグやっていきたいと思います。今期ね、ソロ結構モチベ高くてガッツリやりたいなと思ってます、チケットがある限りは。はい、というわけで、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。